スタッフフォードにある刑事法院と州裁判所刑事法院はイングランド及びウェールズにおける刑事事件を扱う裁判所である。高等法院、控訴院と共にイングランドウェールズ高等裁判所の一部門を構成する。刑事事件における上位の第一審裁判所であるが、階層的には高等法院及びその合議法廷よりも下位に置かれている。 刑事法院で通常職務を行う裁判官は、高等法院裁判官、巡回裁判官、非裁判官である。刑事法院には20名以上の高等法院裁判官がおり、最も重大な事件を取り扱う。弁護士として、刑事事件の経験のある高等法院大座部の裁判官が、刑事法院で執務していることが多い。 巡回裁判官は約600名いるが多くの時間を刑事法院での執務に充てている巡回裁判官がほとんどである。刑事法院のトライアル件数の80%以上を担当している。大法官の推薦に基づき国王に任命され法廷弁護士または事務弁護士との兼務は認められていない。巡回裁判官は通常州裁判所で 民事事件も担当しており、刑事法院と中裁判所の仕事の割合は裁判官によって異なる。被裁判官は、開業している法廷弁護士または事務弁護士がパートタイムで裁判官としての職務を行うものである。巡回裁判官と同様、大法官の推薦に基づき国王から任命され、弁護士として10年以上の経験が必要である。司裁判官は、 約1400人おり、刑事法院のトライアルの約15%を担当している。事件の割り当ては、イングランド及び、ウェールズ首席判事によって定められた訓令に基づいて行われる。殺人罪、合姦罪またはこれに準ずる、最も重い事件のみが高等法院裁判官に割り当てられ、その他の事件は巡回裁判官または、死裁判官に割り当てられる。 高等法院裁判官、中央刑事裁判所で執務する、全裁判官、及び執務する市のオノラリーレコーダーの職を有する、巡回裁判官は、法廷では、マイロードまたは、マイレディと呼ばれる。それ以外の巡回裁判官、死裁判官は、ユアーナーと呼ばれる。オールドベイリーこと中央刑事裁判所刑事法院は、イングランドおよび、ウェールズの77カ所に設置されている。以前は、 ミッドランド、北部、北東部、南東部、ウェールズ及びチェスター、西部の6つの巡回区に分かれていたが、現在はミッドランド、北東部、北西部、南東部、南西部、ロンドン、ウェールズの7つの地区に分かれている。ウェールズ地区は、ウェールズ政府の立法権を執行するために追加された。中央刑事裁判所は、もともと特別の国会制定法により設置されたが、 現在は刑事法院の一部となっており、ロンドンの主要な刑事裁判所の一つとなっている。このように刑事法院は多くの場所に設置されているが、個々が独立した組織なのではなく、全体として単一の裁判所である。従って、どの法廷で事件を取り扱っても管轄の問題が生じない。刑事法院の設置場所には、巡回裁判官、 被裁判官の他に高等法院裁判官が配置され、刑事法院の事件の他に高等法院の民事事件も処理するもの少なくとも1名の高等法院裁判官が配置されて、刑事事件を処理するが、民事事件は取り扱わないもの高等法院裁判官が配置されないものがある。刑事法院の職務は大きく分けて、次の4種類である。正式基礎に基づく、 トライアル治安判事裁判所から、量刑のため装置された、被告人に対する刑の、宣告治安判事裁判所からの上訴その他、民事雑事件刑事法院は、正式起訴に基づくトライアルについて、専属的管轄を有する。必ず刑事法院での正式起訴手続きを行うべき、正式起訴犯罪は、治安判事裁判所における、予備審問の後に、刑事法院に送られる。 また、正式基礎手続きでも、治安判事裁判所での略式基礎手続きでも審理、できる選択的基礎犯罪については、治安判事裁判所が正式基礎手続き相当と判断する場合は、刑事法院に送られる。ただし、治安判事裁判所が略式基礎手続き相当と判断した場合であっても、被告人が正式基礎手続きを希望する場合は、刑事法院に送られる。 刑事法院でのトライアルは原則としてすべて陪審により行われる。2003から2004年度において刑事法院ではトライアルに付された事件83,247件を処理した。29,752件の未採事件数を考えると待ち時間は18.5週間と推定される。この待ち時間の長さは過去6年間に徐々に悪化している。 無罪答弁に基づいて行われるトライアルの平均時間は約7時間である。1日の平均審理時間は4.33時間であるから無罪答弁がされた事件では1日半余りしかかかっていないことになる。治安判事は次の場合には量刑のため事件を刑事法院に送置することができる。当該一つまたは複数の犯罪とそれと関連する一つまたは 複数の犯罪が非常に重大で、治安判事裁判所が課すことのできる刑を上回る、刑が相当であると考える場合、凶悪犯罪または、性犯罪の事件で、公衆を重大な危険から守るために、治安判事裁判所が課すことのできる刑を上回る、自由刑が必要であると考える場合2003から2004年度において、刑事法院は、治安判事から、 刑の宣告のために装置された3万1018件の事件を処理した。治安判事は社会内公正命令や自由刑の執行猶予の条項に違反した場合にも装置が行われることがある。裁判所の目標としては刑の宣告のために装置された事件は10週間以内に審理が行われることとされている。治安判事裁判所で有罪判決を受けた被告人は 有罪答弁をしていた場合は、量刑に対して、そうでない場合は、有罪認定または量刑に対して、刑事法院に上訴することができる。上訴事件の審理を終えた段階で、刑事法院は、原裁判の一部または、全部を維持、破棄、または変更する権限がある。上訴について、被告人に不利益な判断がされる場合、刑事法院は、治安判事が課すことができた。 いかなる刑でも科すことができ、もともと科されていたものより重い刑を科すこともできる。2003から2004年度において、刑事法院は治安判事裁判所で有罪とされた被告人からの有罪認定または宣告刑に対する上訴について1万1707件の審理を行った。上訴事件の平均待ち時間は8週間余りであり、上訴した。 被告人のうち90%は14週間以内に判決を受けている。刑事法院が正式起訴状に基づくトライアルが行われる事件を扱う場合、上訴は控訴院刑事部、そしてそこから貴族院に持ち込まれる。それ以外のすべての事件では、刑事法院からの上訴は事実記載書により、高等法院合議法廷に持ち込まれる。刑事法院は、 1971年裁判所法により、それまでの巡回裁判所及び式裁判所に変えて、1972年に設置された。刑事法院がイングランド及びウェールズ全域に及ぶ、恒久的、統一的な裁判所であるのに対し、巡回裁判所は、周期的、地域的に、高等法院王座部の裁判官によって審理が行われる裁判所であった。 大座部裁判官らは、イングランド及び、ウェールズを分割した7つの巡回区を回り、法定地で陪審を招集して、事件の審理を行った。式裁判所は、高等法院裁判官が取り扱うほど重大では、ない刑事事件を処理するために、年4回招集された地域的な裁判所であった。刑事法院と、州裁判所は同じ建物の中にあることもあり。 同じ陪審員を用いることもある。2005年4月にイギリス裁判所長が設置されてからは、刑事法院、州裁判所、治安判事裁判所の間で設備を共有する例が増えつつある。法廷の正面、高くなった段に大きな裁判官席がある。裁判官の階級は、着ている報復の色で識別することができる。裁判官に対する呼びかけ方は、 その階級によって、それぞれ適切なものが違うが、ユアーナーが最も一般的なものである。裁判官は、砲弾の脇にあるドアから、定理または、初期間のコートライズという号令に引き続いて入廷する。定理または、初期間は、裁判官席の下の前方に座る。法廷内にいる者は、全員、裁判官に対する敬意を示すために、 裁判官が入廷する時から裁判官が着席するまでの間、起立することが求められている。書記官は法廷に向かって座り、裁判官席よりは小さい机があり、そこには裁判所構内の他の場所との連絡が必要な場合に用いられる電話がある。裁判官席のすぐ前の場所には音声記録係もいる。法廷の手続きはダブルデッキのカセットレコーダーで記録され、 時々、片方のテープが交換される。この記録は、事件が後に上訴された場合に用いられる。これに加えて、速記で手続きを記録する速記係がいることもある。速記係は、速記タイプライターで、証人が話すのと同時に、特別なタイプ法を用いて、キーを打って記録する。速記者がいない場合には、その代わりに、テープ記録係がいて、 テープの操作を行い、手続きの記録が確実に保存されるようにしている。初期間の向かい側には、定理がいる。書面や、その他のもの、例えば売審員からのメモや売審に見せる証拠を、法廷で受け渡す必要がある場合には、定理がこれを行い、定理以外のものは、記述が開かれている間に、法廷で歩き回らないのが通常である。定理の後ろで、 黒い報復と大きな白いカツラをつけ、裁判官と向かい合っているのが、卒業側及び弁護側の法廷弁護士である。弁護側の法廷弁護士は、通常、陪審に最も近い位置にいる。最近では、法廷弁護士らは、机の上に、事件の関係書類のファイルの他にノートパソコンも置いていることが多い。裁判官が着席したまま話すのと異なり、 法廷弁護士らは裁判所に対して話しかけるときは必ず起立する。法廷弁護士らの後ろに、またはこれと並んで助言役の事務弁護士が座っている。訴追側の場合であれば、検察局の代理人または当該事件に関係する警察官である。警察官はトライアルの場合に多いのに対し、検察局代理人は、量刑、答弁、訴訟運営の各審問や、 その他の事件で出てくることが多い。法廷の後ろ、法廷弁護士らの背後には、中仕切られたドック署である。ーチ職員がドックの中の被告人の近くに座っている。法廷の後ろにはまた、公衆が手続きを傍聴できる狭いスペースがある。オールドベーリーなど一部の裁判所では、この傍聴席は被告人の上側に置かれている。傍聴人は通常、 メモを取ることが禁止されている。報道の記者は記者席に座らなければならない。記者席は通常、訴追側の法廷弁護士と並んだところに置かれている。記者はここに着席してメモを取る前に定理に名乗らなければいけないのが通常しきたりとなっている。弁護側の法廷弁護士の隣には陪審員席がある。陪審はここから事件の手続きを見る。 陪審員は待機席からこの陪審員席に呼ばれ、先誓して職務に就く。陪審員は一度先誓するとトライアルを通じて常に同じ席に着席する。陪審が見ないこととされている手続きが行われる場合には定理が法廷のすぐ外側にある部屋に陪審員らを案内して連れて行く。この部屋に入ることができるのは陪審員と定理だけである。 売信員席の反対側には、承認席がある。承認は、売信が、その証言態度を見ることができるように、売信と向かい合って立ち、証言をする。これは、その証人が真実を述べているかを判断する助けとなる。裁判官が、売信を、氷決を下すための表議に行かせるときは、定理が売信員を小部屋に案内する。そこには、大きなテーブル、十二脚の椅子、 トイレ、紙と、鉛筆、定理を呼ぶためのボタン、他のものに、表記のな定理は退出し、陪審は、表決に達した時にボタンを押す。表記中は、外部との接触は限られたものしか許されず、必ず定理を通さなければならない。陪審に許されているのは、休憩時間を求めること、さらなる指示を求めるため時など、 裁判官にメモを渡すこと、氷決に達したことを知らせることだけである。裁判官はいつでも再度設置を行うために、陪審員を法廷に呼び戻す、よう決定することができる。ありがとうございます。